それでは人間科学部行ってみたいと思います。元よずみ講師が分かりやすく説明しますからね。それでは括弧1番ご覧ください。今から皆さんと内容一致問題を解いていきますからね。そしてその後今後の勉強法、そういう流れでいきますからね。ということで頑張っていきましょう。サムさん、説問の指示の一読をお願いいたします。デムさん、第一段落でございます。段落は2つあるんですが、まずは第一段落ですからね。デムさん、説問も問いの1番から問いの4番まであるんですが、この第一段落で検討できそうなのはこの問いの4番でございます。デムさん、説問の指示をご覧いただけるとわかるかと思いますが、 Best Title ということです。で、第2段落まで読んで初めてカチッと決まるんですが、ある程度皆さんこの第1段落だけ読んでもですね、選択肢絞れますので、ですから皆さんにはまず第1段落を一読していただいた後、こちらの選択肢の検討をお願いいたします。すみません、まず選択肢の A からいきますね。例えば皆さん、ここに Pets という表現ございますが、この第1段落の中にペットの話が出てきているかというと、多分なかったかと思います。そして B、C 飛ばして、この選択肢の D ですね、同じく Pet という表現ございますが、第一段落ないんですよね。そして皆さん、選択肢の C をご覧いただけますと、文頭 Human、まあ、人間ということでいいんですが、やはり皆さん人間の話が出てきていないんですね。ですから皆さん、選択肢の A、C、D がダメそうですね。一方、選択肢の B はどうですかと言われたら、まず前半、皆さん、Cat Allergies、まあ、猫ちゃんのアレルギーの話ですが、まず猫はここに出てますよね。そして皆さん、アレルギーの話もここにございますので、どうやら選択肢の B が正解になりそうですね。田辺さん、この文末の治療に関する話は出てきていないので、これを次に読んでいただく第2段落で検証しますね。サミさん、続いて第2段落でございます。一読をしていただいた後、先ほどのとの4番ですね、まあ、選択肢の B が正解になってくる可能性が高いんですが、本当にこの文末の治療の話があるかどうかですね。そのあたりの検討をお願いします。で、皆さん読んでいただいてわかるかと思いますが、皆さん段落のもう最後の方、これですよね。猫ちゃんを治療する話がございますので、選択肢の B が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、この第2段落の内容とこの問いの1番ですね、検討をお願いします。皆さん、この説問の指示のですね、この滅多にアレルギー反応を起こしません、それに該当するのがここですよね。まあ、アレルギー反応は、まあ、あまりありふれたことではないですよ。で、あと皆さん、説問の指示の文頭になぜですかと書いております。で、その理由の話がこのシンスで表されてますよね。ですから、この三角括弧で書きましたが、ここにですね、ヒントが転がってるはずですよね。で、皆さん読んでみると、我々人間はお風呂によく入るんですね。そして他の種類、まあ他のほとんどの、まあ、動物ですね。それよりも我々は人間はよくお風呂に入りますよ。そして、Don't shed as much hair on a dead skin ということで、髪の毛とか、もしくは、まあ、死んでしまった皮膚ですね。で、それが他の動物ほど流されることはないと書いてますね。で、そういうふうに解釈できれば、皆さん選択肢いけそうですね。もちろんこの髪の毛と皮膚ですよね。それの両者にコメントがされている選択肢と言われたら、選択肢の D ですよね。Hair and skin。 それはあんまり失うことはないですよと書いておりますので、正解は一発で D ということでよろしいかと思います。で、皆さん、続いて問いの2番の検討をお願いします。で、皆さん、説明の指示をご覧いただけますと、皆さん、猫ちゃんはですね、我々人間の周りにいるとですね、まあ、アレルギー反応を起こしちゃうと、なんでやねんということですね。で、それに対する言い換え可能なところがここですよね。猫ちゃんが我々に対してひどい反応を持ってるとき。で、皆さん、該当箇所を皆さん確実に決めたらですね、あとは皆さん、その後ろにある内容を読んでってですね。で、選択肢と比較検討するだけで大丈夫そうですね。で、皆さん、読んでみるともうここでいけそうですよね。石鹸。ですから選択肢の C が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、問いの3番の検討をお願いします。
すみません、設問の指示にですね、猫ちゃんを助けるという話がございます。で、その助けるいい話がどこかに書いてあるかなって考えてみると、皆さんこちらですよね。抗ヒスタミン剤を皆さん提供すると書いてますね。ですからこの四角括弧で囲った文章中を皆さん文頭から文末まで読んでいただけますと、選択肢当てはまるものがないですよね。ですから正解は D ということでよろしいかと思います。すみません、お疲れ様でございました。ここからは人間科学部、それに対する勉強法ですね。その他もろもろ言ってみたいと思います。皆さんこの中のところを見てくださいね。早稲田に対する全体的な勉強法に関してはですね、すでに動画は撮影しております。でもちろんそれのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。この後お時間よろしければご視聴いただいてもよろしいかと思います。ということで、カッコ1番。皆さん人間科学部と言われたらもう内容1問題ですね。これは例年変わらず合計25問。そしてカッコア、標準からやや難レベル。そして先ほどの問題に対しての感想はですね、皆さん人それぞれかと思いますが、先ほどの問題できたという方はですね、まあ安心していただいてもいいんですが、まあ安心しすぎるも良くないと。で、こちらの全体的な勉強でもお伝えしたんですが、早稲田の他の学部や他の大学、もちろんそれは慶応上智も含めてですね、そのあたりで演習することで、試験当日まで極限までですね、ご自身のレベルを上げていただきたいなと思います。とにかく合格する方は試験中ですね、むっちゃ簡単。と思いながら解くはずです。それぐらいで初めて合格するもんですからね。ですのでこのあたりは肝に銘じていただきたいと思います。そしてかっこいい、相性はどうですか、解きやすかったですか。でもさ、人間科学部第一志望としてる方、その方はもう相性はまあ別に悪くないんじゃないという感じであれば、そのまま突き進んでいただけると OK です。そして人間科学部はあまり受ける感じはしません、受けるつもりはあまりないですという方の中にも、とにかく早稲田に行きたいんだという方は、皆さんこの人間科学部を受験する学部の中に入れていただけませんかね。まあ入れていただいてもいいかと思います。逆に相性はちょっと良くないですという方、その方は早稲田の他の学部ですね、その中に相性のいい学部が見つかる可能性が高いですので、できればそのあたりは柔軟に対応していただけるといいかと思います。そしてカッコ、やっぱり内容1問題ですので、設問の指示に対応する箇所を探すことを最優先にしてほしいですね。ここを間違えてしまいますと、やっぱ選択肢も正しいものを選べませんからね。このあたりの基本は忘れずに、先ほどの問題もそういう感じで解けましたからね。すみません、ホワイトボード右側をご覧ください。人間科学部の中での特徴的な設問はこれですよね。全知選択問題。で、皆さん、今見ていただいているこの動画はですね、長文対策の動画ですので、こちらの全知の問題。それは早稲田の文法編。そこで扱っておりますので、また時間のある時にご覧いただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、この全知の選択問題。全15問。で、レベル的には基本的な問題からこのやや難レベルまでも盛りだくさんなんですが、基本的な問題、もしくは標準的な問題は、皆さんお持ちの熟語集で対応できると思います。ただし皆さんの持ってる熟語集がですね、1000ぐらい載っておりますでしょうか。まあ、100本ずつ800ですね。で、それよりも少ないとちょっと足りないと思いますので、ご確認をお願いいたします。そして、かっこいい。ややなんレベルをどうするかですよね。まあ、つまり、ほぼ初見だ。まあ、なんじゃこりゃっていう問題が出てきます。まあ、それは皆さんだけの問題じゃなくて、他の受験生もそうなんですが、それはじゃあどうやったら解けるんですかっていうと、やっぱり普段から様々な熟語を読んでいただいて、ちゃんと音読してるかどうかですよね。ですから、早稲田の他の学部、そして早稲田以外の大学、そのあたりの長文を皆さん解きっぱなしにするのではなく、ちゃんと音読。それをしっかりしてるとですね、この人間科学部の全知問題、ああ、見た見た、ああ、知ってる知ってる、という状況になる可能性が極めて高いですから、音読を最優先に頑張っていただけると嬉しいかと思います。で、今皆さん2番目全知の話をしましたが、この後カッコ3番正語問題行ってみたいと思います。ですので、この後画面切り替えますので、このあたりスクリーンショットをする方はどうぞ。ということで、皆さん次の画面に行きまーす。それでは3番目正語問題でございます。問題数は全10問。で、具体的には当チャンネルの壮大英文法。これの対策動画で解説はしてますからね。こちらも具体的には合わせて参考なさっていただけるとよろしいかと思います。で、カッコ R ですね。やっぱり知識の確実性が問われますよね。これは4択問題以上の確実性がやっぱり必要かと思います。で、これがある人ほど得意かと思いますので、ノートにメモした情報は赤シートで隠してスラスラ言える。これはいろんな動画でお伝えしている通りでございます。ですから、きちんと頭の中に入れるためにも、ここは頑張っていただきたいと思います。そして、カッコ E。人間科学以外で正誤問題と言われたら、法学部、社学、スポカ。この3つですよね。ですから人間科学部を第一志望とする方は、この辺りでも練習ですよね。そして、カッコ、早稲田以外で正誤問題と言われたら、
上智ですよね。田辺さん、上智までちょっと手が回らないですという方は、このヤダッチとスタディを活用していただいてもよろしいかと思います。そしてかっこ当チャンネル以外、つまり学校とか塾予備校、もちろん問題集なんかでもそうですが、そこの演習で得た知識、それを皆さんノートに移していった方が確実ですよね。問題演習してはい終わりではもったいないですからね。ですからこういうことの積み重ねがですね、当日の正誤問題の合格点、それを引き寄せるんだと思います。ですから、やってやれないことはないですからね。地道にコツコツ頑張っていただきたいと思います。ということで、スクリーンショットする方は、どうぞ。では、明日に向けて、頑張りましょう。